あ、これか。当たる？オッケー、オッケー、当たった。めっちゃ食らうやん。めっちゃ食らうやん、これ。めちゃめちゃ食らうやん。はい、皆さん、こんにちは。ガキカカです。さて、今回もまた、モンスターハントワールド、やっていきたいと思います。さてと、ちょっと受付嬢と話す。前回は確かね、古代竜人の方に、その、マグダラオスの謎？謎かな？ちょっと聞いたんですけど、うん。で、これから、どうするの？あ、誘導か。あ、そう、そう、思い出した。思い出した。なるほどね。またマグダラオスの、まあ、前回戦ったみたいな感じなのかな。バリスタとかなんか使うって書いてたからね。うん、誘導作戦。よし、行こうか。激運1個使おうかな。いらないのかな？まあ、いっか。うん。よし、じゃあちょっと、マグダラオス誘導作戦。ちょっとね、やっていきましょう。よし、来ましたね。うわ、もうすでに、溶岩がすごいけど。こう通っていったのかな？うわ、すごいね。それでは、よく作ったな、ここに。作戦を説明する。うん。お願いします。地脈はこれより先、地中深くへと続いている。うん。ゾラ・マグダラウスは間もなく、地脈を進み、現れるだろう。あ、まだ来てないんだね、ここには。ここより奥に進んでしまったら、うん、もう手出しができない。その前に、こいつで食い止めよう。ここで食い止めよう。なんかね、新しい、流撃層、だって激流層だったっけな。持ってきたって言ってるんで、これかな。あ、これです。おお、頼もしいね。この激流層で奴を迎え撃ち、進路を変更して、うん、外界に逃がす。外に誘導かけると。そのためにマグダラオスの勢いを止めなくてはならない。奴の体力を減らし、また体力を減らす。緩めてくれ。オッケー。ちょっと弓で来て大丈夫やったっけ。そして今おそらく今回もネルギガンテがやってくる。ネルギガンテが、奴が場を乱した場合、うん、撃退は任せた。作戦の成果はこれあれだよね。もう戦うフラグが立ちましたよね。しているぞ。偵察を頼む。奴が現れたら。ネルギガンテはなんでそのマグダラオスの元に来るのかな。それは多分ね、まだ解明されてないのかな。来たぞ。来た。行くぞ。 あるものはすべて使え。よし、頑張っていこう。体のみならず頭を使え。頭を使え。あんた、私はマグダラオス。スタート。これどこに行ったらいいの。おお、もういるやん。もういる。これどうやっていく。体力を減らすって書いてて、天井の鍾乳石には火薬が仕込んである。天井のスリンガーで撃って爆破してくれ。どこだ。頑張ってください。まだ行けない。ご注意を。あ、これ動かせるか。おお。ゾラマグダラオス、あ、外角に到着しました。あ、ここからか。ここからスタートか。オッケー。体力を減らすって書いてるから、作戦の成否を分ける。あ、ここ行けないんだ。ぐるっと向こうから回る感じか。スリンガーで、これか。ちょっと待ってよ。瓶入れて、いる。待って待って。瓶入れて、いや、これで行った方がいいのかな。ちょっと天使で来てよかったな。力を貯めてる？うわ、すごいな。
オッケー、V 破壊。お、1個破壊したか。オッケー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 。マグマの流れが変わりました。こっちか。これより高速に取り掛かる。背の上のハンターたちはお、そのままちょっと攻撃取るわ。反発式高速弾の用意はいいか。なんか来るって言ってるよ。ここ降りていいのか。あ、ここか。早く壊さないとね。なんかやってくれてるっぽいけど。なんかやってくれてるっぽいけど。お、降伏しましたって書いてるよ。僕はこれ壊しといたらいいのかな。なになに、待てって言ってる。あー、ネルギランテか。よし、壊した壊した壊した。ハンターたちに告ぐ。やつの迎撃準備をしろ。ネルギランテが現れました。おー、現れた。どこだ。あー、来たな。やっぱ来たな、お前。どうしよう、ネルギランテをやった方がいいのか。おお、なんかここのね、マグダラオスのあれがあるんだけど。あ、でもそこにいるな。よいしょ。でもハンターたちはネルギガンテのあれを続行って言ってる。どっか行ったよ。どっか行ったな。なになになに、なんだ、どうしたどうした。揺れに備える。この辺にあるのか。どこだ。あ、来た。オッケー。うわ、いって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 いて。倒せるのか。お、マグマでもダメージ食らってるな、ネルギガンテ。いった、いって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 。ちょっと待って待って、怖い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 。よいしょ。ハンターたちって一人しかいないの、ハンター。鍾乳洞をね、うまく深いって言ってたんだけど。よいしょっと。当たんないな。ネルギランテ撃退するっていうのが入ってますね。オッケー、結構食らった。来るね。よいしょ。よいしょっと、いけるか。よいしょ。避けて、避けれないか。うい、危ない、いってー。やべ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 、マジでやべ。危なかったー。やっぱ強いなー、ネルギガンテ。ネルギガンテが退却しました。お、退却。意外に早かったね。ここの下なんだけど、どこだ。どっから行く、ここの下に。これより最終攻防に移行する。お、最終攻防に移行する。マグダラウスの体力をできる限り減らせ。文字通り、これが最後の砦となる。障壁を破壊された。あ、もう閉じる閉じる。ああ、大丈夫、くぶれたんじゃない。くぶれたんじゃないか今。オッケー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 。さて、ここからだが本番かな。オッケー、来た来た。詰めて詰めて。ガキトラ、向こうか、向こうでやってくれてるか。詰めて詰めて。いや、来たな。もうすごいな、あの溶岩。もう見るからにもう溶岩だよね。あと1個入れよう、あと1個。早く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 。オッケー、いくぞ。発射ゴー。あ、いいとこ行ってる、いいとこ行ってる、いいとこ行ってる。オッケー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 。ガキトラ撃ってくれてるかな。ちょっと待ってよ。ガキトラの方弾込めてるんで撃とうか。オッケー、いけー。オッケー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 。いいよいいよ。よし、早く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 持ってきて。早く
早く持ってくるんや。オッケー、行け。マグダラオス体力減少、まだまだ不十分です。不十分、まだマジか。で、流撃層はどこだ。あ、流撃層、激流層どこだ。あ、これか。当たる。オッケー、オッケー、当たった。めっちゃ食らうやん、めっちゃ食らうやん、これめちゃめちゃ食らうやん。いやー、でかい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 、やばいやばい。おい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 、あぶねえな、おっかねえな。入れて、みんなも弾込めてる。よし、ひるまない。これでひるむかな。おお、すごい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 、口がすごい。待て待て、エネルギー貯めてるだと。そうしれ、マグダラオスの体力減少十分。お、十分、オッケー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 。これが最後だ。なんだ、おお、胸に、おお、どうだ。おお、倒れた倒れた。おお、方向変えれましたね。最後のね、激流走やらせてほしかったよね。オッケーオッケー。いや、ほんと初めてこういうのをやるとやり方が分かんないよね。終わった。長かった。ああ、あ、これは正気の谷でね、拾った草かな、これ草っていうのかな。じいちゃん、うん、およし、帰るぞ。あれ、この人は、うん、誰だ。初めて見る人だね。はい、っていうことで、まあ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 、みんなの、みんなのっていうかね、協力のおかげで、うん、いけましたね。さてさて、この後気になるけど、ちょっとアイテムを取って。はい、っていうことで、戻ってきましたね。どこにいますか？え、何？めっちゃ暴れてるけど、どこだ？これ上に行ったらいいのかな。うん、ちょっと上に行こうか。受付場のとこに。さて、あ、最近は差し迫った調査もない。平和ですね、と。気になる報告？4期団の調査員が、荒野で不審な痕跡、負傷して帰還。なんだろうね。プケプケ？あ、プケプケなんだ。あー、でもね、荒野にプケプケは今までいなかったけど、現れるようになったっていうことね。なるほど。これからはちょっとゆっくりあれかな。クエストやっていくのかな。まあ一応任務クエストは、ちょっと動画内で、撮っていきたいと思いますんでね。うん。
はい、ということで今回はこの辺で、またよかったら国も見てください。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。ほな。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録は PC の方は画面上のアイコンから、スマホ等の方は下のチャンネル登録ボタンから、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。